男は無職で借金まであった。ぶっちゃけ。が、見栄を張りたくなり、月300万円も稼ぐと言ってしまった。いかな、すげえな。検査ですよ。あ、はい。ちょっと行ってきます。自分を慕ってくる後輩によく見せたかったのか、ついてしまった嘘。そして、この嘘に苦しみ始める。その後、学生は退院。しかし、こんにちは。おお、持ってきました。いや、いつもありがとうな。病院を訪ねてきたり。いただきます。おお、綺麗じゃん。家を行き来するなど、交流は続いた。仕事順調っすか？おお、まあな。俺も稼ぎて。お前今のうちから頑張んないとダメよ。そしてこんなに仲が良い二人に変化をもたらす出来事が。ある日、実はバイト先なくなっちゃったんですよね。え、そうなの？いい仕事ないっすかね。本当に金なくて。お金に困っているという後輩。この大学生の前でだけはネットビジネスで成功した社長と名乗っていた男は、仕事手伝う、俺の。え、マジですか？お、気持ちが大きくなったのか、ネットビジネスを手伝うかと誘ってしまった。しかも、給料いくらぐらいですか？月30ぐらいは出せるんじゃないかな。マジっすか？そんなに？すげえ。働きによっちゃボーナスも出すよ。ボーナス？そんなんもあるんですか？普通でしょ。やりたいです、やりたいです。うん、やらしてください。決まりだな。お願いします。つい言ってしまったその場だけの大嘘。しかし学生はそれを真に受けてしまった。数日後、もしもし。実は俺の友達ではあるんですけど、商品売れるかもしれないです。え？値段とか聞いてなかったんで教えてもらえますか？あ、後でメールするわ。はい、わかりました。なんと、すでに働き始めたといい、商品を買ってもらえる相手を探していたのだ。今さら嘘とも言えなくなった男は、ありもしない商品の値段や入荷時期を伝えてしまった。完全に働いている気になっている学生を、また友達が買ってくれるみたいです。男は止めることができず、やがて給料日が近づいてしまう。給料日25日ですよね。ああ。楽しみだな。30万なんて稼いだことないですよ。もちろん男にそんな金などなかった。初めてだもん。大学生の無邪気に喜ぶ様子がどんどん男を追い詰めていく。そしてまたも運命を変える出来事が。見てくださいよこれ。え？やばくないっすか？こんな額口座に入ってるの初めてなんすけど。何これ？いや、学生の口座には親族から譲り受けたお金が300万円も入っていたという。あ、そう。金がないって言っていた学生が自分よりはるかに金を持っている。これを知った男は、お前今結構貯金あるって言ってたじゃん。まあもらいもんですけどね。それさ、今だと簡単に増やせるんだよね。え、これ見て。なんすか？株？今ねドルが上がってるから、
家電メーカーの2社か3社の株が上がってる。これ買っとけば 10% から 20% の利益が出るのよ。よくわかんないっすね。一回さ、俺にその金預けてみる。増やすから。信用した学生は男に100万円を渡した。もちろん投資なんて嘘だった。お願いします。任せとけ。この金でまずは借金を少し返済した。一方で近づく給料日。もうすぐ給料日ですね。何買うか考え中です。早く25日来ないかな。そして男はとんでもないことを思いつく。ネットビジネスなんて嘘なのに、家を張って月30万円で大学生を雇ってしまった男。近づく給料日。そしてついに。給料の支払いって今日ですよね。まだ振り込まれてないんですけど。え？本当？本当ですよ。ちょっと確認するわ。お願いします。知らねえ。困った男は学生から騙し取った100万円から30万円を振り込んだ。ありがとうございます。30万きっちり入ってました。当たり前じゃん。ああ、どうぞどうぞ。そして男は学生の家を訪れた。実はこの時男はある機会を伺っていた。それは最近なんか体調悪くて体痛いんですよね。そうなんだ。俺いい薬持ってるよ。え？効きますこれ。効く効く。すぐ調子良くなるから。ちょっと飲んでみます。男が飲ませたのは自分が服用していた睡眠薬だった。そして。薬飲みの。次に取り出したのは抗うつ剤。これも自分が飲んでいた薬。それを意識朦朧の学生に多量に服用させた。さらに今度はインスリンを取り出した。実は男は給料の支払いに困った頃から薬物を使用した殺害方法を調べていた。そう、男は殺すつもりで学生を訪ねていたのだ。そして行き着いたのがインスリンだった。糖尿病患者の治療に使われるインスリンは健常者でも打てば血糖値が下がるため、大量に打てば死に至ることがある。このことを知った男は糖尿病の知人を騙しインスリンを手に入れた。しかし俺寝ちゃってたみたいですね。ああ、学生は無事だった。多量の薬物を投与したことは学生にバレることはなかった。そして6月。あの、ボーナスってどうなってます？
束ですよね。え、6月だっけ。ちょっと確認するわ。全部嘘でした、ごめん。これが男には言えなかった。もはや殺害することしか頭になく、殺素剤を購入。同時にボーナスの一部として40万円を入金し、学生の不信感を取り除いてから再びアパートを訪ねた。同様の手口で眠らせ、前回以上の薬物とインスリンを投与。さらに殺素剤も飲ませた。それでも翌朝、学生はまだ生きていた。もしもし。この時祖母に電話をかけたと思われる。もしもし。ん？頼む。その後、男は意識が混濁している学生を浴室に連れて行き、水を張った。そして部屋を片付け、学生の財布の中から9万円を奪うと、男はその場を去った。今回の事件を犯罪心理学者出口教授に分析してもらった。今回の事件の場合はですね、自分を少しでも大きく見せたいというような、その見栄を張ってしまうっていうことが今回の事件の根底部分にあると。まあ、誰でも人間多少見栄張るってことはあるわけなんですが、その見栄をずっと張り続けてしまうと、嘘に嘘を重ねてしまうことになるんですね。こういう嘘を重ねてしまうタイプの特徴っていうのは、非常にこう自分に自信のないタイプの人が多いんですね。そういう人っていうのは、些細な嘘でも自分で否定して修正してしまうと、それによって第三者から自分の人格が全て否定されてしまうんではないかっていう恐怖心がすごくあるんです。犯罪者の中にはですね、このパターン非常に多いんですね。裁判で男は大学生を殺害した理由は返済を逃れるためだったと。そしてその状況を作り出した原因は後輩の前でついてしまった嘘だったとされた。犯行後1万円札だけ抜き取り、現金9万円を奪ったことは冷静であり計画的だと判断され、強盗殺人の罪に問われ無期懲役が確定した。全部嘘でしたが言えず、若者の命を奪った男、この身勝手極まりない動機は決して許されるものではない。